ですけどね、8月25日木曜日ですね、とこ撮っていきたいと思います。まあ、本当はね、火曜日にとこ撮ろうとしたんですけど、火曜日ね、マリカやってウィニングポスネンやってね、タメ撮りとかが増えちゃってね、まあ、なんとか昨日までアップロード頑張ってたんですけどね、競馬の方すっかり忘れてましたね、今日の分の川崎と今日の分の坂、2つもね、一気にとこ撮っていきたいかなと思います。いやー、本当はね、サボろうかなと思ったんですよね、ちょっと今日なんですよ。まあ、ちょっと裏のね、坂がちょっとまだ出てないんで、ね、あれなんですけども。いやー、そうですね。あ、ちょ、もう2歳戦行われてるんだ。はい、いや、早くはねえか、もう。そっか、カラコロ8月か。まあ、とりあえず行きましょうかね。稼げば稼げるの、初日になるのかな、この回戦。変則回戦なんですよね。初日ですね。今日から稼げば、日曜日、土曜日休みの、まあ、4日間回戦ですよ。で、その後は確か浦和だっけ？いや、大井と浦和のリレー回戦だった気がするんだよな。8月。あ、ごめんなさい、大井さんどっか。川崎が土曜日休み？あ、違うわ。あ、どこだっけ？ごめんなさい、浦和か。川崎が、土曜日休みの浦和からの、土日休みの大井か。で、川崎がまた、川崎早いんですよね、今回さえ。そうですね、扱い的には川崎今回仲一緒っすからね。まぁ、ちょっと馬たちがね、まぁ、どうなるか、まぁ、ちょっと面白いところでありますけどね。ずれていきましょうか。稼げば開催の瞬時、メルセデス重賞走、重賞、日刊スポーツ賞第19回、スパゲサマカップ S3、距離戦のフルゲート14とか。一応、出走表を見たんですけどね、まぁ、ズバ抜けて強い馬はいないと。だから、まぁ、はっきり言っちゃうと、そうですね、まぁ、S級クラスの馬がいない分、まぁ、B プラスとか A マイナスの、まぁ、ちょっとね、重賞で掲示板、まぁ、45着入れそうなね、うぞうぞあたりがちょっと綺麗に揃ってるかなって感じなんで、まぁ、今回ね、3連単ではなく3連服の勝負っていう感じになっております。じゃあ行きましょうかね。じゃあ JRA からメモリ、出席者メモリコート。和田正治56、2番ファルコンピック、本田らしい57、3番トロセンデス、ゴミテート57、4番時のパイレツ、桜井康介57、5番ライトブリア、バカカズマサ57、6番アランバローズ、坂井誠二58、7番フィールドセンス、本橋光太57、8番ジョーパイロット、藤本元気56、9番スワイルビー、ハリタアキラ57、10番人造チャンネル、近藤大57、11番から、元川崎バケーション、村上忍57と。で、12番、こちらも JRA 席して、意外と中津飛ばすかね。あ、そうねか、掲示板入ってんのかな、ワイドファラー、マシマデスケ58、13番アバンティスト、これ初めて見ますね。三河天秤57、14番リネンファッション、町田直樹55。そうですね。まあだから、重症化チームでいくと、まあ、アランバローズ、リンゾーチャンネル、バケーション、ワイドファラオ、まあ、リネンファッションと、まあ、重症化チームがね、まだもしくは重症、本当、バケンネイとか、重症にバケンネイ来てるのが、まあ、半分のね、7頭がいますんで、まあ、時の倍率もね、もっと重症化チームですからね。いや、本当にそうですね。まあ、直近の成績とうぞうむぞらが詰まった感じですかね。じゃあ、まず1番、メモリコーから。そうですね。まあ、メモリコー、JRA からね、差し馬で転向してきた割には、まあ、もっかな、数飛ばずと。そうですね。思ったより地方の砂が合わないってわけなんですよ。一応、川崎時代、一応ね、三馬身圏内4着と、TCK 上杯、まあ、過去に三馬身圏内3着と。だから、船橋、あ、まあ、南関東での、ね、レースは勝ってませんけど、まあ、特に地方コレスはね。そうですね。ご自身重賞勝ってないんですけど、まあ、ここまで重賞で高騰してはね、悪くはないんですけど、まあ、もっか、伊勢、まあ、牝馬含めて、鳴かず飛ばずと。まあ、特にマリンカップとかね、TCK 上杯に関しては、まあ、一頭バケみたいな、バカみたいな馬が今、そうですね、いますからね、湘南なでしこ。もっか、そうですね、湘南なでしこが、そうですね、今年の TCK 上杯から全部勝ってんだっけ。そう、あ、ごめんなさい、テオレーマがいたのか、テオレーマの、川田だっけ、確か。そうですね、川田ですね。まあ、テオレーマが勝って、インプレッサーも湘南なでしこか。まあ、勝ってって感じなんで。まあ、確かに、牝馬がね、強い中、まあ、一応、掲示板には入ってますけどね、着差的に見たら、まあ、三馬身圏内の TCK 上杯はいいかもしれませんけど、まあ、マリンカップ3秒にと。まあ、前走ね、その他遠征して、まあ、2番人気7着と、まあ、トップから見るとね、5馬身差なんで、まあまあまあ、団子状態だったのかなって気はしますけど、だとしてもね、ちょっと完全に負けすぎですからね。まあ、特に、ガスケツっていう面がね、強いんでね。その点においてやっぱりまあ従来の差し足がもう完全に効かなくなってるんで、まあいっそのこと、そうですね、騎手もあっさり切り替えるっていうのがあれなんですかね。まあ一応今回ね、前々走に引き続き、まあ和田丈司が乗るんで、まあ無駄な騎手会長、まあどうなるかなって感じはしますけど、まあいっそのこと本当に、そうですね、まあ今回距離がね、1600になりますんで、まあやっぱりマリンカップとか TCK 上杯とか、まあある程度、そうですね、通用はすると思うんで、まああとは本当どこまで後ろから行くかか。こいつ自身本当後ろから行くもなんですけどね。そうそう、俺が知ってるのはほとんど後ろからなんだよな。一応そうですね、ブリーダースゴールド、マリンカップ。まあ、マリンカップはまあ一応中段か。TCC 会社と。そうですね、明らかに番手で競馬するっていうか、まあそうですね、東京調べたように後ろから行くのが強いんでね、まあ差し足期待。まあそうですね、古き試合乗ってるオアシステイクスとか、うん、まあマーチステイクス G3 も後ろからなんでね。まあ一応、そうですね、後ろから、まあ後ろから行ければね、そうですね、まあまあ、どこまで通用するかちょっとね、期待かなと思うんですけど、まあ今回ちょっとね、56キロか。まあまあ悪くはないと思いますけどねって感じですかね。で、一応、追い込みでいきましょうか。まあ差し追い込みで。で、2番がファルコンピークと。まあ、ファルコンピーク16正直と大丈夫かなって感じですかね。一応、スマトンガーチが黒船と。まあ、一応、川崎マイラーズは勝ってるけど、まあ、今回どうなるか。一応、去年か。まあ、トライアル勝って本ちゃん3着。その後、まあ、オープン戦、まあ、使いつつって感じで。まあ、一応ね、ただ川崎マイラーズで重賞、まあ、初制覇したとこ、重賞勝ってたの俺初めて知ったな、ファルコンピークは。まあ、重賞勝ってるんでね、悪くはないんですけど。そうっすね。
そうですね。まあ一応前走のオープン戦がせす、まあ一馬身圏内か。で、その前もまあトライアル二馬身圏内。まあ57、57、そして今回、運がいく57と。まあその辺も別定戦、確か今回一応別定戦なんで、そうですね。まあ直近のね、S1 とか勝ったことは重くなりますけど、まあこいつ自身勝ってるのが S3、そして今回も S3 という感じでね、まあ一応ハートビートレイン、一応これは JR コールなのかな、扱い的には。あ、そうですね、一応 JR コールですね。JR コールで完全に JR エーゼが完敗と。すげえな。一応ホンダはダジョ、あ、そっか、コロナの影響で JR の歴史使えるのやっと最近だもんね。うん。そうですね。まあその中において、まあ4馬身圏のアサルトもね、まあ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 悪くはねえかなと。そしてここまで JR エーゼがコッパみじんにやられるのも珍しいもんですからね。まあまあそうですね。まあだから逆に言うとこいつ直近で話されたのって言ったら、まあ一昨年の優勝スプリントか。一応、不良バウド追い込み風1秒7。まあ、直近だそうですね。一応、まあまあ4馬身、まあ3馬身、うん、5馬身圏内なんで。まあまあ、それぐらいだとね、悪くないですよね。さすがに1秒、そうですね。まあ1秒5とか、7、8馬身じゃなければ全然まだまあ悪くはないんで、展開次第なんでなと思う。そうですね。悪くはないですかね。一応、じゃあ逃げで打ちましょうかねって感じですかね。で、そして3番が、トランセンデス。トランセンデスって何の優勝だったっけ？羽田杯がなんか勝ったっけ？確か。そうです、羽田杯ですね。羽田杯勝って、戸塚記念、まあ、まあ、よく距離向いてるんですかね、トランセンド。で、その後は、まあ、そうですね、戸塚記念入ったものの、また掲示板が、勝ちもうかんなんと。まあ、着差的にでもそうですね、まあ、ちょっと放置うるさかった、まあ、2102秒8、オープン戦で1秒6、ブリアンドカップ2000で、あ、変8か、1秒9、川崎丸前走1秒8と。まあ、先行してガスケツ、追い込みしても伸びきれず。そうですね、って感じですかね。そうですね、勝ちもうかんはね、まだ3歳児だったんで、まあ、負担重量55で、まあまあ、まあ S3 のね、まあ埼玉新聞歌賞58から考えたらまあ悪くないですけど。ただちょっとね、ここ一発にかける馬なんで、そろそろトランセンデスも、まあ移籍は、そうですね、馬主さんがどっかのとこに、まあ、そうですね、他に馬があれば、まあそこに預けてることもあるんですけど、まあちょっと正直そうですね、そろそろ見かけるか、まあリッカルドみたいに、また確かリッカルドが昨日オープン戦かなんかね、また勝ってるはずなんで、そうですね、そういうオープン戦目指すのもありっすかね、ただ隅田5君完敗と。そうですね、まあまあ8馬身だったらいいですかね、一応半分ですからね。まあ、二桁チェックじゃない、ブリエンドカップとか、まあ、ホーチョブロスカップに比べたらまだマシですかね。一応、そうですね。まあ、強いて言えば、まあ、ゴミタイとか今回乗ってきたってことを考えると、まあまあ、その辺の陣営通るし、まあ、ちょっと三着っていうのはな、まあ、三連服なんで、ちょっと一個適当に入れるっていうのはありですかね。で、四番が時のパイレーツ。時のパイレーツ、あれ、町田で勝ったっけ確か。そうですね、町田ですね。スパキン様カップと。あれ、これ重賞だっけ、スパキン様カップですよ。あ、まあ、でもこの時、あ、スパキン様カップ、今回なんだっけ、あ、今回のレースか。今回の、3年前ですよね。勝ってんのか。まあ一応その時が、2着がトロボ、3着がシルガンスと。そうですね、懐かしいメンツですね。センチュリオンに、ザイティックメアが懐かしいな。今みんないないっすもんね。そうですね、ザイティックメアもシチェルングランツも。みんないないっすからね、懐かしいメンツだな。うわ、ハッピースプリントもいいんじゃん。すげえな。ハッピースプリントって守護馬になったんだっけ、俺覚えてないんだけど。で、ハセノパイロンか。ハセノパイロン移籍したっけ。ああ、そうですね、北海道に移籍か。そうですね。結構懐かしいメンツ相手に、まあ、勝って。そうですね。こんだけだからあれだっけ、そうですね。森下のじいちゃんからの、まあ、そうか、入れ替わったのか、うん、悪くね。まあ、それ以降はでも、そうですね。オープン戦で2着、2着。そうですね。まあ、勝ちきれずか。で、一応、そうですね。まあ、去年、おととしか、おととしの、まあ、夏以降から、ちょっと1年間、まあ、約1年棒に振って。だこの子逆に言うと、夏明け冬場にめちゃくちゃ弱いですかね。あ、でも、そうですね。まあ、JRA から移籍したとは、まあ、冬場、まあ、そうですね。冬場にはギリギリ行けたけど。ただ、こうやって見ると、やっぱり10月から1月か。結構負けてますからね。休み明け含めて。まあ、今年もそうか。10月、まあ、11月、12月、まあ、1月、冬場に。ちょっと弱い感じか。まあ、休み明け今回4戦目になりますけど、まあ、着差的には2秒7、1秒2、1秒7と。まあ、大江の地雷賞を使ってダメ、高津オープンでもダメという感じなんでね。まあ、今回一応、そうですね、桜井から、乗り換わればね、一発逆転あるかなと思った気がしたくらいの、まあ、裏目の加藤和弘でもね、使えばよかったんですけど。そうそう、一応乗ってますからね。一応まだ騎手はやってるんだ。昨日の船橋乗ってますね。一倉だけか。しかも兄ちゃんの馬か。そうですね、山崎優也の馬乗って。あ、その前にも一応川崎乗ってるんだ。そうですね、なんとも言えないぐらいの着差ですけど。そうですね。まあ正直、桜井だったら除外ですかね。まあこれがそうですね、加藤和弘とか、まあ加藤和弘でもね、勝ち嫌われるけど、中澤ですからね、正義がするけど。そうですね、だから。で、5番がライトオーリア。これ初めて見るのなんだよ。一応、マジセコレさん勝ちがディープインパクトと。ノーザンでキャロットファームか。一応、賞金が92万。
ああ、なるほど、そういうことか。一応、名古屋グランプリ、過去に8着、佐賀記念今年、3着と。あ、ごめんなさい、5着と。また未来でか。4秒4、だいぶやったね。勝ったのどうせ川田か。あ、違った、藤岡孝太か。へぇー。俺、記憶にねえな。はっきり言っちゃうと記憶にねえな。全くもって記憶にないという感じですけど。まあ、その後、アンタレス X か G3 使って、まあ、12着の8番真剣内とガスケースと。で、テンポザース X オープン戦使って、差し切れず2秒3と。そうですね。これは完全に出遅れですかね。唯一後ろから行ったのはこれだっか。まあ、あとはそうですね。ガスケツのしばしば。まあ、番手逃げ切りと。すごいですね。まあ、レッパードセックス G3 3秒3。まあ、マチセックスか。あとはジュライセックスオープン戦。確かに重傷を入れるとここ一発、そうですね。パンチにかけるんですよね。まあ、ただ使ってるやつがね、名古屋グランプリさかけねえと。まあ、中長距離ですからね。マイルの交流戦だと何があるかな。G1 除けば、いや、そんなにねえな。意外と交流戦って短距離中距離がメインなんですよね。大井だと東京杯とか、それこそ東京スプレとか、あの吉富が勝った。で、あとマーキュリーカップとか、モンベツとか、白山大商店とかやっぱり中距離になるんで、そう考えるとマイルの交流戦ってないっすね、めっぽう。まあ、南関東だけで見ても。そうですね、マリンカップ、牝馬、短距離、まあ、柏記念 G1。で、先玉杯か、でも先玉杯、まあ、短距離、まあ、ギリマイルか。で、関東オークス絶対3歳限定。で、帝王賞論外。で、オーバルスプリントか。そんでこれ、裏はしかねえのか。そうですね、日テレ杯一応先発なんで中継扱いにしますけど。で、東京杯。まあ、クイーン賞、牝馬。大商店、まあ、T シャケ上杯か。で、川崎記念、エンプレス杯になるんで。そうですね、南関東だと、本当になんか、大井、川崎、船橋を使った1600のジャレコレって、全く持ってないのか。そうなると、そうですね、門別も、あれ、門別ってあれ、牝馬限定戦だっけな。確か門別も一応2000の重賞あるんですよね、G3 だからなんか。で、一応盛岡はマーキュリーカップ。あと、クラスターカップっていう1200万だから、確か。で、金沢が白山大商店。で、佐賀記念、名古屋グランプリ、名古屋大商店と。まあ、1900、2500か。で、高知が黒船賞が短距離という感じなんで、そうですね、ちょうど、こいつみたいな1600、1800のクラスは、マジでないのか、かわいそうに。まあ、こいつ逆に言うと勝ちから全部1800なんですよね。かわいそうなことに。どうぞ、一応、過去に挙げた5勝全部がね、1800クラスと。まあだから正直言うと、こいつ、牝馬だったらね、TCK 上杯ちょっと使ってみたらね、面白かったと思うんですけど。そうですね、まあ短距離に絞ってみるって言ってもね、こいつ自身短距離走ってないし、むしろ走ってるのがね、JR は1800、1700で、まあ随時、1700が1400だったからなんで、ちょっとねって感じがしますけど、まあでも馬体重もこいつ自身は、そうですね、デビュー時から考えると結構増えましたね、一気に。まあ、1ヶ月使わずにプラス6。で、その後も1ヶ月使わずに、プラス8と。で、プラス4マイナス2、プラス2。で、あれか。まあ、10月から12月、おととし1ヶ月使わないだけで、まあ、そうですね、プラス14か。まあ、それでも結構きっちりいってますからね。で、その後、まあ、500キロ。まあ、前後行って、まあ、506キロ行ってから、まあ、ぽいぽいと。こいつのいいところって、休み明けきっちり行ってるのすごいですよね。そうですね。やっぱり、ガリューセクスさんと、まあ、インディアンなんかわかんないけど、まあ、多分、勝ちから的には1600か。1600万くらい使って、で、加工はセックスなど、まあ、ホイホイ使って、太宰セックスもね、きっちり勝ってますからね。8、9使わずに。その点で見るとね、休み明けきっちり使えるっていうのはね、地方においては、まあまあ面白いんですよね。あとはまあ地方の深い線なんかどこまであるかですけど。まあ一応ね、今回、まあ、ノーザン系列、まあ、キャラトファンか。で、バカが乗ったってことがないと、まあ、陣おそらくガチだと思うんでね。あとはどこまで展開が合うかか。一応、勝ってる競馬場を見ると、阪神、京都か。ってことは、両方とも右回りっすね。確実に左回りなんだよな、川崎は。まあ、展開しないですかね。一応先行でいきましょうか。で、6番がアランバローズ。まあ、そうですね。アランバローズ逆に2歳勝っていこう。こいつ勝ってたっけ？いや、勝ってねえな。あ、こいつダービー勝って、あ、そうか、ダービー勝ってんのか。お前去年ダービー勝ったんだ。ごめん、知らんかった。まあ、本以降でもあれか、オーバルスプリント3着、JBC スプリント失敗、ゴールドカップ失敗で長期休みやっか。でも半年過ぎてるんで、多分脳犬使ってるはずだな、一回。ちょっと待ってください。どこの脳犬使ったかと。8月3日の船橋の脳犬使ってるのか。8月3日じゃ、ほんと直近か。多分出るな。8月3日と。8月3日の脳犬と。まあ、それから YouTube の方確認しに行くか。8月はこれか。アランバローズ、アランバローズ。おー、新たに当選が入球か。ちゃんとした当選か。今誰の人たちなの？
よく傘の乗れたね。あんまりいい腕じゃないよね。あんまりいい腕じゃないね。失礼か。まあ、失礼じゃん、いいっすか。アランバローズ、アランバローズ。あ、一応これか。馬体重はこっちに乗ってないんであれですけど、ゴールタイムが1分ジャスト級の1000メートルと。そうっすね。バカ早いっすね。1分ジャスト級はちょっと異次元すぎるぞ。はっきり言うと、バケモンだな。そうですね、1000メートル直近でも、まあまあ、馬なりかどうかはありますけど、一番速くて1分3秒台ですからね。マジで本当に1000メートル1分なの？タイム間違ってるってことは絶対ねえよな。1分ジャスト9。ちょっと YouTube 見に行ってみるか。多分船橋でも農研あったっけな、ちょっともしかしたらね。競馬場に行ったらね、農研全部の映像出したり、なんつうの、2歳限定で出したりって、競馬場に間違えちゃうんですよ、新馬の、新馬じゃない、農研の映像って。ただ俺ね、ツイッターに船橋競馬入ってないんだよな。ちょっと船橋競馬見てみるか。船橋競馬と。あれ、船橋農研図あったっけ？一応、大分、川崎と金沢農研図あるんですよ、YouTube に。船橋、あった、8月3日の農研図あった、あった、あった。あ、これか、8月3日だからそうっすね。最終レースか。最終レース。ちなみにこの日あれっすね。1組の2歳2頭取り消してるっぽいな。あ、ビンゴっすね。チュラビーナスは不合格になってんの。なぜかこの日ちなみにね、1レースなんですけど、スイフトランナーっていうのが取り消してるわ。まあ、なんかあったんですかね。ソロドグミや。第9競争、第9競争。これかな？これですね。第9競争、一般最競争、調教試験。内からウィンターフェル、アランバローズ、スルーザリミッツ、ビートマジック。あ、ウィンターフェルもいたんだ。森の馬だっけ？あー、森の馬で間違ってはねえな。そうですね、森の上で間違ってはねえけど。覚えがねえ。ホーチグランプリか。山崎三地くらった記憶しかねえな。大当たりー。それしか聞かねえって一番悲しいですけど。ちょっと見てみましょうか、農研だけ。ちょっと、こっちデータ戻しようか。アランバロー、力2投目か。なるほどね。まあ、一番うちの馬がスタートちょっとジャンプスタート気味に行って、まあ、2位、3が、3位が出た感じかな、スタートよく。まあ、一応山口先生がこの時、農研乗ったみたいですね。まあ、ある程度馬に、馬自身に行かせた感じで、まあ、ちょいちょい来つつ、馬なりで行かせつつ、そうね、特に無理に抑えてるって感じもなく、ほぼ馬なりですかね。まあ、1000メートルの農研なんでね、こっち自身ダービー馬なんで。で、残り600か。残り600地点からマジで後続突き放した感じですね。まあ一応、農研なんかはね、このタイムさえ通れば、まああとはスタートさえ決めればゴールっていうか合格っていうのが基本的に多いんで。そうですね。一応残り400通過時点で、まあ完全に後続は遊ばれてますね。で、一応直線入っても、そうですね。まあ本当に馬なりって感じか。そうですね。ラスト200でも、まあ全然、そうですね。まあ、綺麗に馬自身が気持ちよく走ってる感じで。まあ、馬なりに生かしてこのタイムか。お前、化け物だな。これは化け物だな、アランバローズ。ただ、ちょっと直近なんですよね。まあ、JBC ダメ、ゴールドカップダメ、そっから休み明け。まあ、確かに、こいつ自身逃げ切りなんで、自分の気持ちいい展開で逃げれれば、まあ、あると思うんですよ。ただ、今回、そっか、無理に背負ってくる馬が。ちょうどお隣さんか お隣さん無理に行きそうなんだよな。まあまあ、どちらかでもそうですね、前見る馬なんで。お隣さんと、そうですね、お隣さんと、そのお隣さん、そうですね、3番は危ねえんだよな。トランセンデーズもそうですね、どちらかというと、ある程度そうですね、まあまあまあ、おそらく前目、どうなんですかね、後ろから行く可能性も出るじゃないけど。まあ、だとちょっとお隣さん次第なんで、ちょっとそうですね、左海、まあちょっときついかなと思いますけど、まあちょっと逃げていっておきましょうか。いや、でもこの馬結構俺面白いと思うな。正直、これはちょっと楽しみだわ。まあ、農研って基本的に、ケースバイケースなんですよ。特に、ここ1年か、ここ1年で結構は各競馬場。まあ、俺が知ってるのは、川崎、大井、浦和、船橋、金沢。この5会場に関しては、農研のデータ出してくれてるんですよ。特に金沢は全部出してるのが。だから、そういう意味で見ても、まあ、タイムだけだと、まあ、馬なりなのか、目いっぱい追ってんのか、どっから仕掛けたのかってわかんないですけど。まあ、こうやって冷静度見ればね、わかるんで。
いや、アランバローズ、これは面白いぞ、マジで。ちょっと期待ですね。で、一応7番がフィールドセンスと。ストリートセン、ストリートセンさん監視がスペシャルウィークで、H クロスか。ほいほいほい。一応 JRA から転入して、まあ前走3着か。まあプラチナカップさんが3着か。まあまあ、それでも4馬身圏内か。悪くないですね。ただ、勝ちから的に今回、でもそっか、一応梅田ステークス3着か。ただ、こいつ重賞未経験か。そうですね。一応最初の勝ちから2勝目、3勝目、まあ1008、1008か。こいつむしろ悪か。最初から勝ったの1008、1007なんだ。おお、面白いですね。で、その後はちょっとそうですね。まあまあ、勝ち切るのにちょっと時間かかっちゃいましたけど。それでもそんなにひどくねえんだよな。そうですね。まあ、プラタナスしようか。2、3歳のオープン戦かな、多分。あ、違う、2歳か。2歳の多分、一番最初のダートのオープン戦になると思うんですけど。多分ね、プラタナスを使った後って、多分オープン戦って2歳ないはずなんだよな。あれ、これオープン戦だっけ？競馬のゲームやってるけど、これが500万のオープン戦かわかんないですけど、多分でも大体通りもんなんですよ。プラタナスを行って、まあ、地方を来るか、休むか、その後ですね。まあ、だから地方を来るか休むかで、ガリウステークス行くか、フェブラリーステークスの当日の。だけどね、フェブラリーステークスかなんかの2月に、一応2歳のオープンあるんですよね。ちょっと名前忘れたけど。それ使うが大体の、まあ、セオリーなんですけど。まあ、そうですね。それ使わずに、まあ、賞金は一応、そうですね。500万クラスなんで、出れなくはねえんだけどな、ガリウステークス含めて。まあ、でもその後、まあ、きっちりとか条件戦いったのか。まあ、ただちょっと着差はあるもののね、まあ、それでも、まあ、きっちり先行して、まあ、3馬身接戦か。で、5馬身、4馬身、4馬身接戦、4馬身。で、その後、そうですね、一番離されたのでも1秒8、9馬身圏内か。まだこれ芝なんでね。まあ、除外したとして、そうですね、まあ、5馬身圏内の、まあ、桶狭間ステークスか。オープン戦。オープン戦かリセットか忘れたけど。まあ、その後でもそうですね、一応、下野ステークスか。一応8馬身圏内、ドベと。まあ、馬体重がマイナス6キロ。これ見る限りは、そうですね、休み明けの割にはちょっと減りすぎたって感じですかね。一応、その前だとね、まあ、桶狭間ステークス使ったと。一応、そうですね。まあ、大阪スポーツ界から、まあ、桶狭間ステークス買って、まあ、一応、1ヶ月使わないだけで、まあ、馬体重プラス2キロと。まあ、でも、その後の休みやっか？プラス12か。でも、それでも3馬身いけないですかね、ここ。まあ、560だから、まあ、プラス6キロ。そして、ここ多分ね、マイナス18は異常なんだよな。もう、そもそもですかね。だからマイナス18からマイナス6キロ、多分、ここ何か事故ってるはずなんだよ、そしたら。まあ、でも、その後のプラス6でプラス26でも。まあ、一応、きっちり、そうですね。まあ、3馬身いけないんだったら可愛いと思うんですよ。まあ、その後も3馬身圏内ですからね。だから、事実上勝ってはないし、重賞未経験だけど、まあ、前走ブラッチャーカップ切って4着圏内入ってるんで、4馬身圏内か。悪くはないと思うんだよな。まあ、しかもそれでまた元橋ですからね。これは期待ですかね。一応、先行もできるし、差しもできる。そうですね。こいつ一応、差しは、できなくはないですかね。着差だけ、まあ、着順、まあ、そうです。着差というか、タイム差だけ見ると、できなくはないですかね。まあ、一応、先差し打っていきましょうかって感じですかね。ちなみに俺、過去にプラス30で勝ったバケモンしてますからね。あいつ、ほんとプラス30で勝った時に俺びっくりしたんだよな。まあ一応去年の話ですけどね、銀ちゃん。確か、その中に関所戦、そうです、プラス35か。多分だけど、俺が知ってる限り、サラ系のプラス35って、多分馬体重の、プラスランキング、トップ10には乗るんだよな、勝ちくらいで考えると。どうなんだろう？ちょっとそのデータ知らないけど。でもね、プラス35、あながち多分めっぽないっすよ。プラス20ですら奇跡って言われてるみたいですから、調べたら。まあいいや。で、8番がジョーパイライト。そして、ジョーパイロライトも過去には重賞好走馬ですけど、最近中そばだもんな。そうですね。あ、でもこいつ前準々賞トライアルか。一応去年トワライトカップのトライアルだから、これなんだこれ。何の準々賞だ。アフターファイブ最初トライアルか。なるほどね。それの準々賞で、まあ3着入って、まあただホイホイと。そうですね。こいつ、まあでも、微妙なんだよな。そして、紋別では良かったんですけどね、典型的な。でも、早咲きなのかね、やっぱり。もう8歳だっけ、確か。俺、6歳か。2歳サボ読んじゃった。まあ、そうね、景品が4着、羽田杯9着、ダービー失敗。まあ、トスカ記念失敗と。まあ、その言われてもね、1500、2000で構想してんだもんな。北海道競馬特別。多分これ JBC かね。あれ、確か、2019年 JBC ってカナダだっけ？いや、裏だな。ちょっと待って、2019年 JBC の俺がアクセス簡単にかけてんだよな。2019年の GBC、確かまだ銀ちゃんこの日いたんだよな。2019年。あれ？いや、いねえな。2018年かもしかして。あれ、JBC って言ってたっけ？いや、JBC 11月の頭だな。記憶にない。記憶にない。申し訳ないですね。でもね、俺なんかの重賞の日にね、銀ちゃんが最終出して俺裏分けば行ったんだよな。どこだっけ？いや、浦和の最終だろ？あれ、お前じゃねえ。浦和の最終いつだっけな。覚えてない。銃声が半額だった。 飲みすぎて正面近かった。多分ここのどっちかなんだよな、最終で考えると。
そうなんだよな、俺、あれがね、全部突っ込んだら知ったんだよな。そうじゃ、はっきりと、まださ、あれ、あ、さ、北もないか。そう、だからすっげえ人いたんだ、JR 交流で。覚えてる、この時か。結果、どれ。あれがね、全部吸ったんだよな。まあいいけど。そう、山崎ついちゃったんでいいっすけどね。まあ、とりあえず、酔っ払ったですね。そうですね、まあまあ、トライアルで直近悪くないっすけど、ただ全体的にやっぱりムラっ気なんですよね。3秒7、2秒8と。そうですね、でもよくむしろ藤本で勝ってたね。ってことはよっぽど6なメンバーが集まんなかったんですかね、前走のトライアル。なんだろうな、今一番言っちゃいけないけど、お前ドベってたんだ。そうですね、ニオドスマイル。確かに短距離かなんかで構想したっけ、お前。そうですね、クラウンカップか。2着か。なるほど。クラウンカップ取れて構想して、アイアムレジェンドが一応昨日金沢勝ってんですよ。あ、昨日じゃない、一昨日か。いや、一昨日か。お、そう、一昨日ですね。一昨日の中で拡散大賞で勝ってんすよ、トライアル。とりあえずさ、お前思った。ホーチオールスターカップ来い。こいつ多分川崎記念トライアル来たら楽しいと思う、俺、個人的に。個人的ですけどね。確かにそう考えると、メンツ的に見たら、まあ、当選いるけど、当選いるけど、確かに立ち区は強いけど、難関で見たらゴミだな。失礼なこと言うけど。ましてや。ウィンブリッツ？ウィンってことはあのウィンかもと。ああ、多分シグラップマネジメントが多分売られたウィンですね。多分 JR 時代見ると、いやでもウィン違うか。ウィンって言ったら、なんかいなかったっけ？いや、違うっぽいな。ってことは JR で売られたんすかね？いまいちわからんけど。まあそうですね、ここまでしてみる限りは、まあむしろよく前走準々勝勝ったな。って感じの面で、確かにショートアウトの6通りには、ゴミ集まったって感じですかね。むしろこれで一番人気で3連複310円ですからね。だから2000円買って300円買ってくるって感じだと、意外とね、6通でほんとガッチガチだと、3連複なんて130円買ってくるから奇跡のもんですからね。電車の初乗り中ぐらい買ってくるから奇跡のもんですよ。だから、それで考えても300円で買うと確かにダバな集まりなんですよ。副賞いくら？副賞で120円ぐらい買ってきたら、それこそダバな集まりなんだよ。あー、そうですね、副賞で130円か。完全にダバでゴミの集まりじゃないっていう気がするけど。ちょっと除外かな。多分本当にこいつ、まあ、今回ね、一級選抜っていうのが本当にいないんで、まあ、元重賞化チームが結構いますけど、そうですね、内枠3と内枠4とか、元重賞化チームですけど、あれ、取らせて重賞化したっけ？お前勝ってねえよな。お前勝ったからニューエカップ勝ってんだ。内枠そうですね、4と重賞化しますけど、直球で言うとパンパンピンポンですからね。確かに、ジョッパラとちょっときついですかね。で、一応9番がスマイルと。もうさすがに無駄話してるって話なげえ、今回。一応、スプレスさん感じが困るぞ。一応遺跡、いや、遺跡でも結構賞金稼いでんの。あ、ストレートバーなんだ。なんかの組合が持ってるっぽいけど。あ、一応同じ組合さんか。ってことは、だから本当に門別で行って、まあ、こっち遺跡した感じか。一応、まあそうですね、遺跡から短距離メイン、まあマイルか、使いつつ。一応、重賞で見ると、まあ3歳児にグランカップ行ったけど、まあそうですね、完封なりまでって感じか。まあでも一応、3走前にジアリコール勝って、一応前走か、京成杯勝ってんだ。へぇー、ヤンノガノって今回晴れたんだ。そうですね、晴れたんだ。まあ一応前走晴れたか。まあ一応自給車の間なんで、まあ確かに晴れたのって申し訳ないですけど。そうっすね。ちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。一応、まあ船橋の1600勝ってる実績、そして大井の1600も構成してる実績。まあ、特に逆に言うと、不良ババアできっちり2連勝して、大ババアでもきっちり馬券内来て、大丈夫でしょう。一応、そうですね、逃げ戦で打ってみましょうか。まあ、一応、そうですね、カジノ本店の恨みがあるんで、一応、張田本命にしますけどって感じですかね。で、10番が林蔵チャンネルと。林蔵チャンネル、同栄から移籍してどうなったっけ？そうですね、同栄から3冠取ってきて、何冠来たら鳴かず飛ばずにクソッパチになって、そうですね、鳴かず飛ばずに関しては若干の公平がありそうだけど、一応、重賞2着、5着、3着か。でも、勝ってねえ以上、鳴かず飛ばずに勝者は流しましたけど、寝るか。で、門別帰ったものの、まあそうですね、勝ち切れず、まあすぐに戻ってきて、まあ、ほいほいと。まあ、富士の絵武記念の4着が悪くないにしろ、ちょっと前走飛び席か、マイルグランプリ。そうですね。まあでも、腐っても三冠馬。失礼な言い方だけどさ、やっぱり難関の優勝が出なかった以上、腐っても三冠馬っていうのが、ね、間違いないんだよな、申し訳ないんだけど。特に俺そうですね、こいつ知ってたらここなんだよな。三冠で移籍した直後、全く持ってなかったですよね。まあ一応一番最初に勝ったのがオープン戦、むしろ逆にオープン戦しか勝ってないんですよね。
まあ、モンテロッソ、ろくな参加がいないって言っちゃしてるかもしれないけど、モンテロッソって言ったら後継種牧がいいんだから、俺知らねえんだよな。その中で確かに重賞2、3着の構想実績に関してはね、まあ、矢野厩舎でむしろ真っ青かなって悪くはないですけどね。まあ、一応今回、荒山厩舎に移って、まあ、5戦目か。まあ、金杯の1秒なのは仕方ないでしょ。モンテロッソって多分持っても中距離かマイルのはずなんで。いや、そうですね、そこは、まあ、金杯も目つぶるとして。ただ、そうですね、やっぱりマイルグランプリか。これに関しては、俺、正直思うけどさ、バカ側ミスったろ。よっぽどスタートがズブったかしかないですからね。こいつ自身、確かに、後ろから行くというか、明らかに前目の馬で、しかも、多いの、馬場。あれ、多いっていつ砂替えたっけ？確か、今年1、1回かなんか、どっかで砂替えてるんですよ。6月かしか使ってたけど。だとしても、多いの内回りの馬場を、させる化け物っつったら、俺が知ってる限りゴールドホイヤーだけなんだよな。だから、そう考えてみても、あれ？マイルグランプリって、勝ったのそれこそゴールドホイヤーじゃね？ そうですね、それこそゴールドホイヤーですね。しかもあいつ、今回そうです、今年そうなんですよね。去年は、なんだっけ、多いのどっか忘れたけど、追い込んだんだよな。三段目の日か。だからね、多いのね、内回りを5本抜きできるなんて、化け物しかないんですよ、本当に。化け物もしくはバカな天才しかないんですよ。だからその中のね、はっきり言っちゃうけど、まあ、臨場チャンネルってバカでも天才でもないんですよ。正直言うけど、臨場チャンネル、今回まあ3連単で買おうとしたら3着ってですかね。多分、いや、むしろ2着に売れば奇跡の方だと思うんだよ、個人的なんですけどね。で、11番がバケーションと。まあ、それこそですね、バケーションでも山崎でどっか買ったっけ？高っ、どこだっけ？あ、じゃあ山崎じゃねえ、こいつ。あれ、誰だっけ？インペリシャブルか、あいつ確か買ったのは。そう考えても、よくマーキュリーカップ全3着買えたなって感じなんですよね。正直やっぱりそうですね、バケーションはね、まあ、マイル馬だったんですよね、こっちにいた時も。一応、勝ち方全日本買った後、まあ、鳴かず飛ばずで。まあ、名古屋遠征し勝ったもの、その後も鳴かず飛ばずで。まあ、気づいた瞬間に岩手に行ってましたけど。馬主さんは変わった感じか？馬主さんが、ああ、変わってますね。大岸っていう人から今回鈴木っていう人に変わってるんで。だからそうですね、多分バケーションも、まあ、見限られて捨てられたって言葉が、まあそうですね、まあ、お似合いって感じですかね。そうですね、ちょっと馬主見てみるか。データによってはね、出ない馬主さんっていうのもいるんですよ。だから全部の馬主さんが出るわけじゃないんだけど、川崎。この後ね、佐賀の方のスパ、レースも1本ちょっと、まあ、タイミング合えば取りますんで、間違えた。バケーション、馬主さんは。あ、宮城竿を持ってたんだ、南関東で。それこそ宮城竿ってあれじゃね？荒山の馬じゃね？違ったっけ？覚えてねえけど。ああ、でも直近だと。ああ、一応まあ、なんとか南関東にいるのか。一応宮城、あ、ごめんなさい。こっちか。ラウンシーと宮地を3位コンドル。まあ一応3頭が南関東か。差しね、宮城竿。お前まだいんの？あ、まだいるわ。あれ、荒山じゃない。ごめんなさい。全然違った状況し。そうか、マシュマが乗ってるから荒山のイメージがあったんだ。申し訳ねえよ。変幻かもしんねえ。マシュマが乗ってる時って、そうですね、7割方荒山なんだよな。だとしても、そうですね、バケーション。まあ、結構見限られるの早かったパターンか。だから、一個できるのは、南関東で鳴かず飛ばずですけど、家畜行けば通用するケースって多々あるんですよ。まあ、それこそ移籍できればの話ですけどね。まあ、大体その、なんつうの、まあ、馬主さんの名前見て、その馬主さんがどこに預けてるかがさえ分かれば、まあ、したら、まあ、その厩舎にもう一回移籍できるんで。まあ、その厩舎っていうか、まあ、そうですね、系列厩舎。おめえ、高知行けば、あ、でもこれ遠征か。え、門別にいいんじゃん、バラで。あ、でもこれ JRA、あ、門別だ。この人もしかしてバラデロンしてた？捨ててるわ。ファーストビジョンになってるわ。あー、なるほどね。確かにこれは捨てて正解かもしんない。でも掲示板入ってるからな、結構。もしかするとだけど、馬主やめた可能性あるんだ、この人。バケーションでちょうど1年前なんですよ、走ってないのが。だからもしかすると、馬主やめた可能性っていうのもゼロにしらず。まあ、特にまして、直近2頭の馬がいませんからね。バケーションが盛岡に行って売られて、で、もう1頭も名古屋で売られて。で、このラブなんとかチャリーは、これは一応高槻のとこになってるけど、多分まあ、受験が乗ってるかな。懐かしいね。ああ、そうですね。一応3年前に矢野が乗って引退してるんで。
もしかしたらだけど、馬主辞めた説ありますね。だ馬主辞めたから、まあ、知り合いか、皿奥に出たか分からんけど、いや、でもバケーションが皿奥に出たら俺絶対気づいてるはずなんだよな。どこでしょうね。まあでも一応バケーションでもね、そうですね、まあ南関東で末期は通用せませんでしたけど、まあ、今回どうなるかか。そうですね、でもやっぱり川崎マイナーズプラチナカップか、やっぱりここまで派手に負けられるとね、まあ5馬身圏内かもしれんけど、スプリントダメ、プラチナカップダメ、スパーキンサーカップダメ。そうですね、2秒5、3秒3は正直言うとダメなんですよね。まあその後でもきっちり、まあ岩手はね、特に東北競馬場、東北の競馬場なんで、まあ、まあ冬季競馬できないって考えてみても、まあ4月から始動して、まあ悪くない競馬してるんでね、むしろマーキュリーカップ、よくお前3着入ったね。勝ったの誰だっけ？ごめん、バーデンバイラーって言われても名前わかんねえや。そうですね、K.I. パープルが誰かから乗り換わったって曲があったんですけど。そうっすね。テイオスペル。いや、俺そうなんだよな。多分ね、今年のマーキリカップってね、バケーション除外してたんだよ。確かに前走2000コースじゃなかったけど、難関でゴミだったんで、俺多分無理っつったんだよな、この時確か、バケーションに関しては。8月だっけ？ 4 月だっけ？ 4 月16日か、ちょっと待ってくださいね。7月の16日か、7月18日の地方競馬どこだっけ？地方競馬予想、7月の18日。あ、これか。そうですね、マーキリカップやってますね。で、確かテイオスペルはね、ギリ推奨してるんですよ、俺。4-3飛ばしだ。あー、飛んじゃった飛んだね。で、6-9-12。全然推奨しねえ。6-9-12だから、完膚なきまでですね、俺で。でもね、一応、2番のテリオスペルはでも頭から買ってるんで、俺。なぜか2変えて、ごめんなさい、1変えなかった。でも1は変えねえよな。2はそうですね、52キロうまみ感じたんで、この時確か。そうですね、バケーション。まあ3着、ここで見てみるかって感じですかね。で、12番がワイドファロー。まあそうですね、こいつも JR から転入してきたけど、思ったよりね、活躍できなかったんで感じですかね。一応、移籍して2戦目。まあ一応、オープン戦ダメ。プラチナカップ前走ダメと。まあ確かに、そうですね、こいつ自体、まあ、ワイドファロー、確かダービー勝ったっけ？あ、違うわ、こいつ。あ、こいつダービー行ってねえのか。なんかね、ファラオかなんか何年前かのダービー溶かしてるんですよ。カフェファラオとかなんか忘れてたけど。でもね、ファラオにイメージ悪いんだよ、俺。申し訳ないですけどね。まあ、そうですね、芝でデビューしてニュージーのトロフィーか、G2NHK 取れるかって、まあ、ユニコーンステークスも、まあ、ダートで、むしろ3歳で芝ダート、まあ、両方勝ったのって、黒船以来か。あ、ごめん、黒船以来にいるかもしれない。俺、わかんねえや。黒船しか俺のイメージねえんだよな。オーバルスプリント2着、柏記念勝って、まあ、帝王賞失敗と。逆にそうですね、柏記念勝っていこう。まあ、そうですね、翌年負けたり、まあ、盛岡ダメだったり、兵庫ダメだったり、結構負けてますからね。そうですね。まあ、先玉杯3着馬の実績。まあ、強いて2、3着でしょって感じですかね。頭はギリギリだと思うね、今回。まあ、来たらごめんなさいだな。まあ、一応3服なんでねって感じですかね。ちょっともしかして、無駄話を言いますわ。字枠でかく書いてあるね。ちょっとミスったな。4番除外、5番先行、6番逃げ。7番先行、8番除外、9番逃げで本命。10番3着固定、11番3着固定、12番に3着で、13番が、まあそうですね、ワイドファラオに3着ですかね。ん？ワイドファラオだっけ？合ってるわ。で、14番が、ごめんなさい、13番か。13番、合ってるわ。12番が2、3着で、13番が、アベンティスト、これ初めてだな。ダイワメジャーさん感じが、ゴーメスかな。一応 E1 クラスを GRA から、転入賞、あ、2000名か。マイルグランプリ移籍初戦6着か。まあ6馬身圏内と。そうですね、ダートの短距離を、まあ、マイル、オープン戦、ケヤキ、ポラリス、スバルステークス、まあ、完封なきまで。まあ、でもまあ、スバルステークスまだマシか。まあ、プロキョンステークス、4馬身圏内、5発着か、ハルテケステークス、接戦、名鉄杯、3馬身、山本ステークス、3馬身。そんなに派手に負けたないんですよね。そうですね、こういう派手に負けたのは、まあ、3年前か、3年前の北陸ステークス。なるほどね。まあ、悪くはねえんだよな。そうですね、まあ、むしろここまでコンスタントにね、着差も悪くないっていうのは。まあまあ強みっちゃ強みですからね。こいつでも逆に言うと、今まで、まあ6歳か。6歳で20何発戦して、まあ賞金取り損ったのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。まあだから、まあ約半分はね、賞金取り、まあ取り消しますけど、まあ取り消しますけど、まあ着数的には5馬身だったらマシなんだよな。まああくまで俺の勝ちかんすけどね。まあ今回1600か。一応、まあ1600角には着外2つ、1700も着外2つか。そうですね、1600前走、まあ、6馬身、1007で、5馬身、3馬身か、まあ、4馬身か。で、1600で接戦、まあ、1馬身圏内。で、その前の1006は、
あれ、どっかにもう一本線路からなんだけど。あ、これか。だから、ここなんですよ。だから、去年の、まあ、この、まあ、夏場の超マイナスってのが、まあ、全部マイルですけど、まあ、走るレースなかったんですかね。確かに、ダートの短距離って JRA オープン戦、そんなねえもんな。やっぱり、まあ、紋別使うか、佐賀使うか、盛岡使うかになっちゃうんでね。でも、ここまでの賞金あればね、出れるはずなんだよな。一応、獲得賞金だけ大雑把に計算すると、まあ、1000万超えが、2つか。だから、この時点で2900万。2900万プラス、どっこいしょが10結構あんだよな、こいつ。多分こいつ仮に見積もっても賞金的には多分5、6千万ぐらいあるはずなんですよ。5、6千万ある中で、多分5、6千万多く見積もったかもしれない。でもここ計算して約1億じゃん。6、8。あ、ごめん、ここ1000万か。だからここで1000万、1500万、2500万、4000万、7000万弱。そうそう、やっぱだ、6、7、8、6、7、8千ぐらいもあるんで、まあ、1億弱あるんで。うん、確かにどっかで短距離の重賞使ってみるのあれだと思うんですけどね。まあ、正直、そうですね。まあ、元橋からの代打で三冠と。まあ、正直に3着ですかね。で、最後10番がリネンファッションと。まあ、そうですね。リネンファッション第1、こちらも JR から席してきて、そうですね。まあ、プラチナカップ5着、前走オープン戦3着と。そうですね。まあ、川崎2着、紋別2着、金沢3着と。まあ、JBC3 着ですからね。悪くはないんですよね、こいつも。まあ、あとはエルフィン6か。多分これは普通に多分あれですかね。正月明けの G3 かな。そうですね。この時期って多分、そうか G3 か。だから多分、弥生賞とかに向けての、まあ、賞金ない子たちが、そうですね、勝ち上がってきてって感じですかね。だからまあ、順当に使ってって感じで、まあ、あとはそう、その後は別邸戦使って、ほいほいほいですかね。まあ、金車さん奇跡パラテスクリーク。まあまあ、確かにダートにスイッチするのは悪くないですけど。そうですね。まあ、だから、悪くないですよね。まあ、TCK 上杯も負けたって言っても5馬身圏内。ただまあ、ブリリアントセックス、リトーセックスか。ちょっと派手に負けたって感じがしますけど、こっちは。まあまあ、リトーセックスはまだマシか。そうですね。まあ、プラチナカップ6馬身は仕方ないにしても、まあ、両馬場で、そうですね。まあ、一応、それでも5着入ってるって考えるとね。まあ、あとは、まあ、距離が伸びるか、まあ、コース適正にはなっちゃうんでね。まあ、そうですね。こっち自身、まあ、紋別で逃げれる底力。その辺があること考えてみてもね、悪くはないんですよね。むしろ逆にこいつブリリアントセックスをどこでガス欠したか気になるんだよ まあ綺麗に1コーナーから3コーナーまで花取ってるんでね、その辺なんか勝負根性っていうのはあると思うんで、まあ、むしろこいつも正直そうですね、まあ、そうですね、年明けから年末から、まあ、コンスタントに使って、まあ、休みでポイこれっすからね。こいつ自身休み明けで考えると、そうか、その前に今まで長期で休みって言ったらこうか、一応一昨年に、まあ、夏場か、休んだ時が、まあ、プラス8、まあ、それでもきっちり切ってますからね。その後もそうですね、コンスタントに使って、これでもそうか、ダートバトルとかね、まあ軽く、まあ短期放牧行ってるぐらいが多分多いと思うんで。それにしてもそうですね、まあだから長期空いたとしても、まあ必ずプラスに増えてるんでね。まあ多分ここのやっぱりマイナスがちょっとは気になるんで。まあ、それから一応馬体重がまあ少しずつ戻ってるんで。そうですね、一応川崎の、まあ去年の川崎の馬体重まで戻ってるんで。まあ、だからあとはどこまで馬体が戻って、トモとかに肉がつくか次第にはなるんですかね。そうですね。一応、まあまあ、こいつに関しては、そうですね。まあまあ、町田なんでね。まあ、ギリ頭から、まあ、そうですね。逆にこいつも、まあ、今回、まあ、男相手に完膚なきまでに負けた場合っていうのはね、まあ、やっぱり、南関東も牝馬限定戦っていうのが、まあ、そんなに多いわけではないんで、あるとしても、本当に TCK とかクイーン賞とか、まあ、やっぱり、こっちみたいに、まあ、JRA コレっていうのが、オーナー、そうですね、牝馬限定戦になっちゃうんで、まあ、多分、完膚なきまでやった場合は、そうですね、引退してお母ちゃんになるっていう、まあ、規定路線っていうのに多分、出来上がってくると思いますんでね。まあ、ちょっとどんなかですかね。一応でも、そうですね、逃げ戦。まあでも、差しもできなかないんですよね、やっぱり。そうですね。一応、まあ、1000差しで打っておきましょうかって感じですかね。一応、10連投か。話長くなっちゃったな。というわけで、じゃあ一応、生き残った馬、そうですね、清書しましょうか。まず一番上から、和田丈二。まあ一応に、1000差しか。まあ、差し追い込みか。で、本田正成が逃げ。トランセンデス潰しで、3着固定。で、ライトウォーリア先行で一応バカガーなんで潰すと。で、6番、アランブローズは逃げ。7番、フィールドセンス先差し。9番、ハリタ・アキラ嫌いなんで逃げで潰しと。で、10番、3着固定。11番、同じく。12番が2、3着。13番に3着か。13番に3着。14番先差しと。一応、等数的には1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。たった除外されたのは2頭か。そうですね、綺麗に4番、8番のみ線除外されたな。
どうしようかな。3連単、面白そうっちゃ面白そうなんだよな。じゃあ、いや、一応今回3連単にしましょうか。ということで、じゃあ先水晶爆か。水晶爆は一応そうですね。まあ、そうですね。今回どれが負けるか。今回やむいねえんだよな、つまんねえことに。まあそうですね。3と5、どっちが勝つ確率あるかって言ったら、正直ちょっと5が今回期待なんですよね。ということで、一応5、第1本命に、死んでもらって、で、2番と本命3番ですね。まあ、こちらも一応、騎士、あ、そうですね。馬じゃなくて騎手ですね。一応5番3番、まあ、騎士には死んでもらうとして。で、5番、3番。じゃあ、そうですね。一応、ついでに9番も、機種にはそうですね。まあ、怪我だけしてもらいましょうか。まあ、これは別に死ななくてもいいや。というわけで、2番ですね。これ結構悩むんだよな。そうね。個人的にはファルコンピークかな、俺はでも。やっぱり川崎ワイルズ勝ってきたっていうのは面白いんでね。まあ、ちょっとファルコンピーク、今回期待して。で、3番ですね。まあ、調教タイムとね、まあ、その、調教だけ見たらアランバローズ、ちょっと面白いんで。まあ、今回ね、一応、まあ、一番軽い子で、ジョーパイレルと、まあ、そんなに実績ない子で、まあ、プラス、まあ、56キロなんで。あと、まあ、メモリ効果ね、頻波で56点が出るんで、まあ、今回58のアランバローズ、まあ、1頭だけ、ごめんなさい、バイドラフ君で2頭だけなんですけど、そんなに多分アランバローズってここは58キロ、まあ、たった1キロがね、多分負荷になるとは思えないんで。そうですね、一応3番手にアランバローズかな。で、4番手、まあそうですね、和田城がどういうゲームするか分かんないんでね。多分今回マジで失敗した場合に、ね、多分和田城一回下ろした方がいいと思うんで。そうですね、っていう感じになるかなと思いますけど。そうなるとまあ面白み的には、まあ理念ファッションか、って感じですかね。そうね、まあ、やっぱりそうですね、2、6推奨しちゃったら残ってんのが、そうですね、まあ2、3着じゃなければ、一応4、5、9、3、5、9潰して2、6潰しちゃったんだと、まあそうですね、残ってるのが1番か、7番、14番になるんで。そうなんて確かに元橋か。こちら面白いものなんですよね、意外と。そうですね。まあ、前走プラチナカップの差しが、まあ、まぐれなのか、まあ、実績なのか、まあ、どっちになるかね。ただ、こいつ自身もね、やっぱり距離適正がね、まあ、1700で1勝、1800で3勝してるんで、まあ、そこがちょっと距離が短くなって、まあ、どこまで強いするか、まあ、一応、ラウンド戦に対応できる能力っていうのはね、多分、ピカイチあると思うとなると、まあ、発生ますけどね、ちょっと面白いんでね。で今回、元橋にしましょうかって感じですかね、推奨馬としては。で、以上、推奨馬6等ですね。というわけで、じゃあ3連単いきましょうか。3連単。1、2、3、5、6、7、9、14。こいつら頭で。1、2、5、6、7、9、12、13、14。で、4、8除いた、10頭ですね。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、間違えた。あれ、じゃあ4、8がいいか。4、8、5なんで失敗したわ。ちょっと待ってくださいね。1、2、5、6、7、9、14から。1、2、5、6、7。9、12、13、14で、1、2、3、5、6、7、9、10、11、12。11、12、13、14と。一応、フォーメーション7点、9点、12点ですね。たぶんだけどね、無理だと思う、これ。一応、解明的には2、4、6、10点かける、8点かける7。あ、一応、560点か。560点で見てみると、まあ、そうですね、本当は今回3服で勝負したかったんですけど、まあ、トロ数多いんで、ちょっとね、どうなるか分かりませんけど、まあ、トロ数というか解明か。いや、これね、正直ね、560点だったらね、そうね、2割返ってくれば同じだな、個人的には。まあ、特に今回ね、これが1番人気、2番人気っていうのが、まあ現状ね、本当だったら多分昨日川崎で、まあ船橋か、船橋の場外発売で前売りしてるかなと思ったんですけど、開催競馬場が違うと前売りできないってことはないはずなんですけど、なぜかしなかったみたいなので、ね。そうですね、ちょっとまあどれが1番人気か今回ね、ちょっとまあ話が長くなって、今この尺が49分なんで、まあ、ちょっとね、今回はね、まあ今回ね、そうですね、まあ人気推奨しませんけど、そうですね。ちょっと、解明的にはきついですかね。ちなみに次の重賞はどこなんだ？一応今回で船橋が結構変則で入っちゃってるんで。一応今川崎なんですけど、あ、来週重賞ないんだ。そうですね。来週重賞なくて東京ギナーアフターファイブセッション連チャンか。で、これ日付見る限りには多分だけどさ。うわ、裏も連チャンかよ。めんどくせえな。めんどくせえな、めちゃめちゃいいんだけどさ。もう俺も趣味でやってるだけなんでね。一応カレンダー見ると、一応こっちっすね。こっちのスパキングサマーカップ、まあ、水曜日なんですけど、あ、ごめんなさい、木曜日なんですけど、東京記念ですね。これ一応まだ木曜日と。あ、ごめんなさい、嘘ついた。東京記念、これが水曜日と。で、アフターファイブ星が木曜日なんで、おそらくなんですけども、まあ、出走表出るのは日月と。で、戸塚記念、同じく、これがまあ木曜日と。で、オーバルスプリントですね。これが、水曜日。
そしてこれが木曜日という感じなんで、だからね、まあ3週間中2週間でね、水木と連チャンで重症がありますんで、めんどくせえかな。特にこの9月の週面白いんだよな。一応9月の週なんですけど、祝日がね、裏表なんだよな。まあどういう意味かっていうと、ここっすね、一応9月、ここね、月金と祝日入ってますんで、まあ、夏休みで取れなかった人はね、ここでオセロすれば、まあ、1、2、3、で、4、5、6、7、8、9とね、9連休できるんで、ちょっと面白そうですね。まあ、しかも一応月金のね、祝日で、まあまあ、競馬入っててましたね、リレー改正で、ましては重賞2連チャンと面白いですね、ここは。そうですね。まあ、どうなるか、ちょっと見物かなと思いますね。そんなところかなと思いますね。というわけで、じゃあ、佐賀の方の予想もしたいと思いますので、一旦終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。